今回の動画は実在した坂本龍馬の息子、坂本直の人生について解説していきます。坂本龍馬に息子なんていないぞ、と歴史通の方からバッシングを受けそうな内容で怖いのですが、実際に坂本龍馬家は龍馬以降も存続していました。もちろん、坂本龍馬に息子がいたという事実は教科書にも載っていませんし、あの有名な司馬遼太郎の龍馬が行くにも登場人物として出てきません。では、謎のベールに包まれた坂本直について早速解説していきましょう。まずは坂本龍馬という人物について軽くおさらいしておきましょう。坂本龍馬は、日本の幕末期に活躍した志士であり、日本の近代化に大きな影響を与えた人物です。彼は1836年1月3日に土佐で生まれました。若い頃から、泣き虫で何をやってもダメダメだったようですが、剣術と真剣に向き合うことで徐々に人間性が確立され、やがて龍馬の関心は政治へと向くようになりました。この頃の日本は尊王攘夷の思想が活発で、尽忠報国の志を抱いた志士たちが旧態依然とした幕府を倒すために各地で立ち上がっていたのです。龍馬は師となる勝海舟や旧友の武市半平太、同志となる中岡慎太郎や桂小五郎といったあまたの偉人たちの影響を受け、尊王攘夷を唱える志士たちとは一線を画した思想を芽吹かせていきます。龍馬は外国人を排斥することを訴える志士たちとは違い、海外の情報に通じ、西洋の技術や思想に強い関心を持っていました。そのため、彼は日本の鎖国政策を終わらせ、国際社会に開かれた国へと変革することを目指しました。当時はかなり奇抜な発想だったといえます。なぜなら、維新志士の派閥に属しながら、幕府が進める開国に賛同していたのですから。おそらく開国主義であった勝海舟の影響を強く受けたのでしょう。そして、龍馬の最も有名な功績の一つは、薩摩藩と長州藩の同盟を仲介したことです。この同盟は、後に幕府を倒し、明治維新を実現する基盤となりました。また、龍馬は日本初の商社である亀山社中、後の海援隊を設立し、貿易や船舶事業を通じて国際交流を促進しました。この亀山社中も海外の株式会社を手本としたものです。龍馬は亀山社中を通じて日本の近代化に必要な資金や技術を海外から調達することにも尽力しました。しかし、その革新的な活動は多くの敵を作り、1867年11月15日、京都で暗殺されることに。龍馬を暗殺したのは京都見回り組でしたが、その裏では薩摩藩の西郷隆盛が糸を引いていたとか、土佐藩の後藤象二郎が糸を引いていたとか様々な憶測がされています。いろいろと想像できるのも歴史の面白いところですよね。さて、坂本龍馬に関して本当はもっと細かく語りたいのですが、本題から逸れてしまうためここまでにします。では、本題の坂本龍馬の息子、坂本直について触れていきましょう。歴史通の方ならご存知かもしれませんが、坂本龍馬にはお龍という妻がいました。このお龍は大変美しい女性だったようですが、気難しい一面もあったようで、龍馬の死後は、龍馬の援助のもとを転々としますが、気難しい性格が災いし、晩年は寂しい余生を送ったようです。しかし、龍馬自身はお龍を愛し、大阪の天保山から船で鹿児島へと日本人初の新婚旅行にも出かけています。さて、龍馬とお龍の肝心の息子ですが、結論から言うと、二人の間に子供はできませんでした。となれば千葉貞子との子供かと期待した方もいるでしょう。千葉貞子は、北辰一刀流桶町千葉道場の道主千葉貞吉の二女として知られ、北辰一刀流の子たちと長刀の技術を極めた女性剣士でした。美貌でも知られ、千葉の鬼小町とも呼ばれていました。龍馬が剣術修行で桶町千葉道場で厄介になっていた時に、年頃の二人はいい感じになりました。千葉貞子の回想によると、龍馬と婚約したと記されており、龍馬が暗殺された後も彼を思い続けていたと記録に残っています。なんとけなげなことでしょう。しかし、二人は結ばれることはありませんでした。もちろん、貞子が龍馬の子供を授かったという記録も残っていません。ちなみにヒロインとして家老、
福岡区内の娘、福岡田津の名前がよく挙がりますが、彼女は柴良太郎が創作した人物なのであしからず。では、謎のベールに包まれた坂本直は誰との子供なのか。実は、この坂本直は、龍馬とお龍が迎えた養子だったんです。どこから直を迎えたかというと、龍馬の姉千鶴からでした。龍馬は一人の兄と三人の姉がおり、直は長女の千鶴の息子にあたります。つまり、龍馬にとって直は甥にあたるというわけです。龍馬は坂本家の分家に過ぎませんが、誰かに家督を継がせたいと考えていたのでしょう。養子の直は、幕末の頃、高松太郎という名前で活動していたようです。高松太郎は王政復古後の明治4年8月20日に朝廷から永世15人府知を賜せられ、その時に坂本直と名前を改めています。ちなみにこの頃、すでに養父の龍馬は、大宮で中岡慎太郎と共に暗殺されてこの世にはいません。暗殺によって養父を亡くした直でしたが、そもそも龍馬と直にはあまりこれといった家族の記録のようなものは残っていません。直の人生を振り返ると、19歳の時に九州に剣術修行の旅に出ており、旅先で土佐金王党を率いる武市半平太に出会い、彼に心酔することに。直は武市半平太に惹かれ、土佐金王党に加盟して、尊王攘夷運動へと身を投じることになりました。土佐金王党の一員として積極的に活動していた直でしたが、後に坂本龍馬の紹介で幕臣勝海舟の弟子となります。つまり、龍馬と直は共に勝海舟の弟子となったわけです。直も龍馬と同じく勝海舟という人物に魅了されていったのでしょう。尊攘派の直が幕臣である勝海舟の弟子にあっさりとなってしまうのですから、勝海舟は思想の垣根を越えさせてしまうほど魅力的な人物であったことが予想できます。直は勝海舟の弟子になった後、勝海舟の進言によって建設された神戸海軍操練所で航海術を習っていくことになります。しかし、直が航海術を習っている間に8月18日の政変が起こり、尊攘派の公家と長州藩はクーデターによって排除され、同じく土佐金王党も弾圧されてしまいました。所属していた組織を失った直は、神戸海軍操練所を去り、龍馬に好意的だった薩摩藩にかくまわれることになります。その時、龍馬は陸奥宗光らと長崎の地で株式会社の基礎を作ったとも言われる亀山社中を作ります。亀山社中は貿易を生業としており、当時貴重であった蒸気船運用技術を生かして、船の改装、運輸業や重機の購入斡旋など手広く活動していました。亀山社中は後に海援隊と名前を変え、陸援隊を率いる中岡慎太郎と共に、稼いだ資金をもとに倒幕運動に参加していました。やがて、直も海援隊に合流し、龍馬の事業を陰ながら支えることとなります。しかし、倒幕をきっかけに坂本直の人生は目まぐるしく変化していくことに。王政復古後の直は、叔父である龍馬の功績を鑑みてか政府に登用されることとなります。そして、函館裁判所の判事として、函館に赴任することとなったのです。一気に裁判所の判事まで出世したのですから、直は大出世を果たしたと言えるでしょう。しかし、直の人生は坂本家の宿命とでも言うべきなのでしょうか。順風満帆であるとは言えませんでした。判事として函館に赴任していた頃、旧幕府軍が函館に侵攻してきたのです。後に函館戦争と呼ばれる戦争ですね。旧幕府軍の奇襲に対して、裁判所の判事がどうのこうのできるわけもなく、総督らと共に直は青森に撤退を余儀なくされます。一時期は、旧幕府軍に函館は占領されたものの、後に派遣された新政府軍によって函館の地が取り戻され、戊辰戦争は終結を迎えました。ちなみにこの戊辰戦争では、新選組の鬼の副長土方歳三も命を落としています。と言われていますが土方生存説も有力な一説となり、現在ではジョジョの作者荒木博彦と名を改め生きながらえているのだとか。冗談はさておき、戊辰戦争終戦後は、坂本直は皇室の事務を担う宮内省に勤めましたが、早々に退職してしまったと記録に残っています。退職理由は明らかになっていませんが、
事務所にこもりっきりの事務仕事は翔に合わなかったのでしょう。その後、直は職を転々と変えますが、なんと方向性を急展開。キリスト信仰へと進んでいくことになります。キリスト教に帰依した直は、高知教会の熱心な信者となったのです。なぜ直がキリスト教に惹かれたのか詳しく理由は分かっていません。しかし、もしかすると直は維新後の世の中で居場所を探そうとあがいていたのかもしれません。龍馬は偉大すぎる人でしたから、直にとって超えようのない人で、自分でも真価を発揮できる場所を探していたとも推測できます。晩年には、直は弟の直弘の家で厄介になるようになり、1898年、病気になり57歳でこの世を去りました。実は直には息子がいて、三代目として坂本龍馬家を継ぐことになります。三代目の名前は坂本直江、直の次男でした。この直江についてはほとんど記述が残っておらず、事故が原因で34歳という若さで亡くなったということしか分かっていません。加えて直江は生涯独身であり、もちろん子供もいませんでした。そこで、坂本龍馬家を存続させるために、二代目直の弟である直弘の息子、四代目直道が親族たちによって後継者として立てられます。もはや、どんどん龍馬から遠ざかっている気がしますが、親族たちは何としても坂本龍馬家を存続させようとしていたのでしょう。直道は坂本龍馬家を残そうと奮闘し、男の子一人、女の子一人を授かります。男児の直美女児の住子です。これで安泰かと思われた矢先、直美は若くして亡くなってしまいます。住子に関しても長生きはしたようですが、子供に恵まれることなくこの世を去っています。もともとテレンテクダを使いかけを残してきた坂本龍馬家でしたが、直美と住子が亡くなったことで家系は途絶えることとなりました。と言っても、龍馬の兄である坂本権平の血筋は現代でも続いています。むしろ、こっちが本家と言っていいので、龍馬の家系が途絶えてしまったからといって悲観的になる必要はありません。というわけで今回は、坂本龍馬の息子、坂本直の生涯について解説しました。この動画が少しでもあなたのお役に立てたのならグッドボタンを、チャンネル登録をお願いします。